立憲民主党がマスコミと癒着、連舫らが口を滑らせる。本日立憲民主党の枝野幸男代表の秘書が、新聞や週刊誌と共同宣線を張っていたと発言してしまいました。こちらどうやら2014年頃の民主党時代の話のようでございますけども、えこの 新聞や週刊誌など、マスコミとの癒着について、蓮舫さん、全く否定されておられませんが、現在ですね、黒川さんの一件で、マスコミが行政と癒着していたことが明らかになり、批判が殺到しておりますが、このようにマスコミが立法府、国会議員、政党ともですね、癒着していることが明らかになってしまいました。 まこういったマスコミは本来は第4の権力として行政や立法府また地方についても監視をし必要な報道を行って国民の皆様に情報を提供する義務がございますがどうもこの日本においてはこういったマスコミの記者ま記者と取材対象の 距離感がですね、まあ、距離が保たれておらず、癒着をしてしまい、こういった国会議員についても、そういった癒着によって、まあ、どれだけ仲がいいかによってですね、あまり報道されないとか、批判されないとか、まあ、そういった事実もあるようでございますが、繰り返しになりますけども、こういったマスコミの様々な癒着がですね、 日本の報道の自由度の低下につながってしまっておりますので本来であればジャーナリズムの基本として取材先との距離感は絶対にですね保たなければいけないという基本原則がございますのでマスコミの皆様こういった癒着は直ちにやめていただき必要な報道については しっかりと行い、国民の知る権利を守る存在として、義務を、職務を、職責を果たしていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。